んですけど、その時に、はい、ここでぐーっとこの形っていうか、うん、伸ばしていってくれる。とまた後ろ回るの。起きやすい状態になってる。はい。もう肩持っておきます。肩もねじたらいい。意味ないからね。はい。ここで40度ぐらいで。ずっとね、行くとこまで開けてみて。開けた。それでこの指先をずっと延長してみて。見て。右先の指先の延長線。そう。見た。その延長線と何がある？覚えといて。覚えた。よしいいよ。でこれで今この大胸筋伸ばしたよね。だから大胸筋の基礎でやる筋肉を始めて終わり。これをぐーっと近づけていきます。はい、それこっちもここ。はい。で、それまた。ここで、ぐっと見えてて。はい。OK。それでこっちくっつけておいてね。で、ここの力を全部抜いて。ここ全部抜いて。この状態。この状態で、だいたい1分か半から2分ぐらい。置いておきます。ちょっと伸ばしておいて。力抜いてね。入れないで。もうこれだけでいいです。だから、例えば練習してみました。その今日はこのトレーニングちょっと差しすぎ、やらしすぎたかな。だったらその筋肉、まあこれに限らず、その筋肉を緩めてればいいんです。ではい、じゃあ終わりだからストレッチするじゃなくて。案外1分半って長いです。だってこうやってしなかったら、私の言ってること全然もう、今まで皆さんが知っていることと真反対なんで、そんなことないやろって。世界中どこ行ってもストレッチしてるぜ、ね、だから先生名付けて逆ストレッチっていう、ストレッチしないっていうでも逆でしょ、うん、伸ばさない。だからぐーっと縮めて、力入れずに筋肉の力入れない。どう今1分中投げな1分半ってな。太陽笑顔でお願いしますモデルは。私こういう何もないの苦手なんですよ。つないでください。一曲歌っていただきます。カラオケ。はい、1分半です。いいよ、やっぱりね。はい、じゃあ今さっきと同じね。でこれしてこの40度あるだよ。でずっと手を僕持っとくよ、はいね、はい、ずっと後ろまで回してくれ。40度だけ言って同じでしょ。はい、ぐーっと回してはい、延長線見て、ね、どこ。もうここまで行きましたよ。すげえ。いいよ、たった1分半。結構長い、たった1分半なんて長い。どうですか皆さん、ゴロスありがとう。